ジラの皆さん、オークボックスさん、こんばんは。スーパービバです。スーパービバです。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。ドラムの藤原です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、うん、先月はですね、はい、なんと私渋谷龍太がですねクジラジに電話生出演させていただきまして、メジャー再契約に至る話やですね6月10日リリースの新曲ハイライト、一人で生きていたならばの話をしたんですが、うん、なんともう一つ重要な話をしたんですね。はい、皆さん4月からクジラ動物園をですね閉園したという悲しい事実はご存知ですか？はいはい、悲しいです、はい、悲しいですね。でも動物たちは元気みたいですということですね。コーナーをリニューアルしまして、はい、新しいコーナーにこれからは生まれ変わろうじゃないかということでございます。コーナーの内容はですね、はい、クジラから出された2択のお題に対して我々スーパービーバーが A 派だ、いや俺は B 派だとトークを展開しながらですね、メンバーの知られざるこだわりや価値観を垣間見せちゃおうじゃないかという、そんなコーナーになります。いいです、素晴らしい。初のコーナーにしてね、なんとこの収録今 Zoom というアプリを使ってですね、そうですね、遠隔でやってるんですよ。そう、リモートでね、あの初めてですよ、メンバー4人顔を付き合わせずにやってるというね、そうですね、特殊な状態ですけど、はい、そんな滑り出しもいいんじゃないでしょうかということで、うん、新しく始まるコーナーのタイトルをですね実は、はい、クジラから募集しておりまして、私渋谷龍太が代表して、先日ね、タイトルを決めさせていただきました。面白いのたくさんあったんですよ。はい、スーパービーバーの二択ビーバー、はい、これは、はい、あのど真ん中ですね、はいはい、スーパービーバーのどっち派、予感のする方へなんですよね。タイトルを絡めたものからスーパービーバーの森という謎のタイトルもございます、はい、私ね一番最初はこのスーパービーバーの森にしようかと思ったんですけど、はい、ちょっとね素晴らしいものが来ましたので、決定させていただきました。最終的にはラジオネームみゆみゆさんが考えてくれたみゆみゆスーパービーバーのやっぱこれだねに決定いたしました。いいですね、いいですね、いいですよ、やっぱこれだね、いいじゃないですか。タイトル感ありますよ。耳なじみにもすごくいいですしね、うん、はい、番組の趣旨、企画の趣旨にも沿ったタイトルになってるんで、みゆみゆさんが考えてくれたスーパービーバーのやっぱこれだねに決定いたしました。はい、はい、ということで早速ですね、うん、今月からスーパービーバーのやっぱこれだねをやっていきたいと思うんですけども、はい、この企画に行く前にでもですね、はい、たくさんのなんつうんですか、俗に言う普通オタというものも届いておりまして、はい、嬉しいですよ。ラジオネームクランベリーウサギ10代女の子、初めてスーパービーバーさんの曲を知ったのはドラマ主題歌になっていた予感でした。とても元気が出て大好きな曲です。これからもたくさん聴きます。新しいコーナーも楽しみです、という意見とかね。いや嬉しいですよ、10代の女の子ですから、下手したら自分たちの活動歴と同い年ぐらいの可能性も。そうですね、そうよ、うん、そんな子からこんな嬉しいお便り来てるっていうのはね、とっても嬉しいですよ。めちゃくちゃ嬉しいです。他にもですね、ラジオネームトミト、モットーコンデンス、ラジオネームがないクジラ、緑 JJ ドライバー、ゴジちゃん、カンちゃん、ミチコ、他にもたくさんたくさん、普通のお便りいただいております。こちら全部見させていただいてますんでね、はい、本当にどうもありがとうございます。ということで早速行ってみたいと思います。結構ね面白いお題いっぱい来てるんですけど、楽しみですね。さっき普通オタでもちょっと読ませていただいた JJ ドライバーからですね、はい、うん、ちょっと興味深い、ね、これ、うん、意見割れるんじゃないかなというところで私選ばせていただきました。いきます、お題発表、はい、焼きそばパンを食べるとき飲み物を選ぶならコーヒー、ウーロン茶、どっち。これ割れるんじゃないかな。一発目にしてね、全員の意見が同じなんてことあったら放送事故ですから。なるほどね。なんかこれ結構絶妙だね。これね絶妙なんだよ、うん、絶妙だね。焼きそばパンでしょ。そうだよ、でこれ純粋にさ、うん、トーストとかだったらさ、うん、ちょっと洋風だなとか思うんだけど、そうそうそう、コーヒーだろみたいになりがち。そうそう、けど焼きそば入ってるから。そうなのよ、これめっちゃ絶妙だね、挟んでんのよ、うん、うん、
なるほどね。はい、ということで一番悩んでいそうな柳沢さんが一番最後にしましょう、はい、結構即決したっぽい上杉さんから聞いてみましょうか。はい、はい、はい、いいですか上杉さん。はい、上杉はですね、はい、ウーロン茶です。出ました、ウーロン茶。ほう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 、はい、藤原さん、はい、ほうほう、フクロウみたいになっておりますけども、はい、ほうほう、藤原さんはどっちですか。コーヒー派です。コーヒー派。おー、ちなみに私渋谷、はい、コーヒー派でございます。おはい、フクロウが増えました。はい、ということで最後柳沢さんお願いします。悩んだ結果、はい、柳沢コーヒー派です。おーおー、ほうほうほう、これめっちゃ悩んだわ。これちなみに柳沢さん、うん、何を悩んだんですか。はい、いやあのね、すごく真剣に考えまして、うん、やっぱね、合う合わないで言ったらウーロン茶だ気がしたんですよ、はい、はいはい、僕ね、うん、ただ焼きそばパンを食べるタイミングっておそらくお昼とかだと思うんですよ、うん、お昼ご飯であったりね、はいよ、うん、でそういう時にはやっぱり、うんうん、お供にアイスコーヒーとかを持ってそうな気がしたんです僕は、うんうん、だから、うん、焼きそばパンでもアイスコーヒーかなと思ったんですよ、うんうん、それでコーヒーを選びました。もうここで決めたものを二度と覆せないので、今後焼きそばパンを食べるときはあなたコーヒーしか飲めなくなるんですけど大丈夫。そんなルールあるんですか。当たり前じゃないですか。あります、それはあります。それぐらい命をかけて二択選びましょうよ、はい、そうです。いきなりハードルが上がったけど、かけましょう。ちなみに上杉さん、はいはい、一人ウーロン茶でしたけど、はい、ちょっとプレゼンしてくださいよ、はい、ウーロン茶の。ですね、もうこれ完璧に自分のその習慣なんですよね。あんまり、はいはい、あのコーヒー基本食後なんですよね。だから食事の時にコーヒーは用意するけど、うん、なんか口になんか食べ物を入れた時にじゃあ、うん、コーヒーでね、なんか流すっていうことがあんまり自分の中で習慣になっていないっていうだけの、ほうほうほう、コーヒーはあの絶対あの飲んでますけど、うん、朝パン食べる時とかは、うん、だけどやっぱそれでもお茶じゃなくても水とパンで食事を済ませてからコーヒーみたいな感じになってしまうというか、はいはい、単純にだから俺のその習慣って感じですね、これは。いやこれね、その習慣で言ったらですよ、うんうん、私ご飯食べる時に一切水分取らないんですよ。ご飯食べながら水飲んだりすることすらもしないので、うんうん、コーヒーでもウーロン茶でもないのかもしれない。これ藤原さんは？これってあの焼きそばパンをパンと捉えるか焼きそばと捉えるかみたいな。どう？ちょっと待ってよ、待ってよ、これ一個言っていい？うん、パン焼きそばの場合は焼きそばで捉えていいと思うけど、焼きそばパンの場合はやっぱパンなんじゃないかな。いやそうなんですよ、だからコーヒーなんですよ僕は。けど焼きそばを食べる時にコーヒーは飲まないじゃないですか、そういうことなのかなと思って、まあ、焼きそばパンはどっちかなと思ったらやっぱパンなんで、あれは、はいはい、コーヒーが合うと思うんですよ。うん、でも焼きそば単体で食うなら絶対ウーロン茶がいいですよね。何言ってるか分かんないですけどね、はい、ちょっと独特の理屈でお送りしていきました、ね、これちょっと分からない言ってること。いやでもなんとなく言ってること分かるよ、面白い、ね、はいはい、うん、これちょっと面白かったんで、面白い、初回だけ特別にもう一個だけ聞いてもいいですか。うん、ぜひぜひぜひ、はい、すごいこれ漠然としてるんで皆さん気をつけてくださいね、はい、いきますよ。ラジオネーム藤井だぞさん、10代の男の子から、はい、これ気をつけてくださいよ、すごい漠然としますからね、うん、ズバリ、はい、マヨネーズ派ケチャップ派。あーね、はいはいはい、はい、あーね、時と場合によらーな、こりゃ、いやそうやね、あーね、時と場合によらーな、それは踏まえてもでしょ。そう、これ踏まえても、うわー、うーん、じゃあこれさっきの順番で上杉、藤原、渋谷、柳沢でポン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 って言ってみましょう。テンポよくね。そう。OK。いいですか？決まりました？はい。それでは上杉さんからどうぞ。ケチャップ。藤原さん。ケチャップ。渋谷、マヨネーズ、柳沢さん。マヨネーズ。おー。これ一体それぞれがさ、
はい、どういう観点で答えたか知りたいよね。そうだ ね。どういう観点で答えたの？あ、僕からでいいですか？じゃあ上杉さん。ですね、僕はね、完璧ね、あの、はい、ケチャップの方が違う料理に代用できるとかそういうことをなんか考えしましたね。そう、料理ね、なんかいろいろちょっとね薄めて使うとか、なんかトマトソースっぽく簡易的にするとかね、はいはいはい、マヨネーズはどうやってもやっぱマヨネーズだけど、意外とケチャップってね、いろいろこう変化するから、そういう意味でこうどっちかが、使えるならばケチャップ選ぶなっていうような観点で選びました。はあ、これは料理する人ならではの観点かもしれないですね。じゃあ藤原さん、包丁って何って言ってた藤原さんでございますけども、藤原さんはなぜケチャップにしたんですか？いや、あの、圧倒的に、はい、あの使う調味料って考えたら、うん、マヨネーズはあまり使わないから。マジ？そう、なるほどね。うん、自分のその生きてる中で。本当、本当、うん、これちょっとかぶせるような言い方ですけど、はい、俺調味料の中で、うん、どっちかって言ったらマヨネーズ使う方が多いかもしれない。俺もです。これそうだよね、うん、いや、あの、なんだろう、その出来上がったもので入ってるとかはあるのかもしれないけど、うん、なんだろう、そのつける時とかにはマヨネーズつけて食べようとかあんまないかも。サラダとかも。そうなの。へえ、うん、これ全く同じ理由でマヨネーズだったわ。はいはいはい。ああ、そう、ああ、そう、全く同じ理由。これ柳沢さんはちなみに、あの、まあ、ほぼそのブーヤンと同じ でかつそのリーダーが言ってたその料理に応用できるっていうのの、うん、また別角度でマヨネーズって何かにこうちょい足しするので、うん、ケチャップよりマヨネーズの方が何にでも合うイメージがあるんですよ。いや、何でもカバーしてくれるよね。そうだね、何でもマヨネーズにしてくれる。もちろんサラダとか出たりそうですよ、うん、サラダとかもそうだし、うん、あの、たまにさ生姜焼きとかにも合うとかっていうじゃないですか。ああ、そう、分かります、ね、分かります。ちなみに、あの、おつまみとかもさ、うん、あの、こうイカにちょっとマヨネーズつけてみたりとか、そういった時に俺もね、ブーヤと一緒で、うん、あの、いろんなタイミングでケチャップよりマヨネーズの方が使う回数が多いんですよ。なるほどね。そうだね。そう、で、そう考えると、だから結構ね、リーダーとかヒロの意見は意外とびっくりだったかも、うんうん。でも多分俺と柳沢のこの観点って、おそらく出来合いのものにつける調味料だよね。そうだね、確かにね、きっと。うんうん、だから上杉とか藤原は結構その前の段階じゃん、はいはいはい、多分出来合いのものにつけるというよりはその家庭で使うものとして今捉えたんだよね。そうだね。いや、これいいじゃないですか。面白いですね。面白いね。やっぱこれだね、盛り上がりますよ、これ。盛り上がりますね。いや、本当に新コーナー初回いかがだったでしょうか。楽しかったですね。めっちゃ面白い。ちょっと来月のね、二択のお題もガンガン募集しているので、はい、ぜひ送ってください。こういう、あの、細かい、あの、シチュエーションを書いたものでもいいし、はい、漠然としたものもちょっと面白いので、うん、ぜひどっちもくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。最後に一曲聴いていただきたいんですが、はい、6月10日に新しい曲出るじゃないですか、はい、で、もう解禁になってます。ハイライトという曲をですね、はい、ここでかけたいと思っております。いかがでしょうか、うん、大丈夫ですか。いいと思います。いいですね、はい、それでは聴いていただきたいと思います。スーパービーバーでハイライト。スーパービーバーのやっぱこれだね、今夜はここまでです。以上、スーパービーバーでした。バイバイ。バイバイ。